皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回は先日発売されたオーバードライブスペシャルスターターセットのパーツを使って 5G バトルをやっていきたいと思います。今回は私野水渉とつぶやき三太郎で対戦していきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。いきましょう。お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。デンジャラスベリアル、オールマイト、パーフェクトギア。プロミネンスフェニックス、ペーパードベアリングダッシュ6。ファーストバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。暴れすぎなくていい。どんどんスタジアム全然当たらん。いやー、こっちは中央でどっしり構えて。スピンフィニッシュ、プロミネンスフェニックスに1ポイント。よーし、俺はスタジアムと戦ってたのか。お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。ロア・バハムート、ギガ・メタル・ユニバース10。ギルティ・バハムート、ギガ・メタル・ドリフト2。セカンドバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。惜しい。いやー、謎のアタック。さあ、中央にとどまりはしたが、なんか俺のメタルドリフトね、最後に暴れるんだよな。そうなの、今めっちゃ綺麗だけどね。今は大丈夫、今は。いやー、左同士あんまり最初のアタックを決めれなかったのが響きそう。おー、今なんか結構食らったけど、そうなんだよね。ピンフィニッシュ、ロア・バハムートに1ポイント。よかった。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。プロミネンスフェニックス、オーバーゾーンダッシュ Z を0。セイバーベリアル、オールマイト0、セカンドギア。サードバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。あれ、すごい勢いでアームが。あれ、あ、今アームじゃなくてシールド大きいのか。そう、もうダメだ。いけるぞ、いけるぞ。逃げられた。スピンフィニッシュ、プロミネンスフェニックスに1ポイント。やった。さあ、シールドはどこに。シールド見た。あったあったあった。勢いやばかったな。シールドに持ってかれた気がしたな。シールドじゃなかったらいい一撃だったかも。効果あった、ちゃんと。じゃないかな。いいね。お互いのフォースベイ、せーの、じゃん。バニッシュロンギヌス、テーパードベアリングダッシュ6。デンジャラスペルセウス、ホイールユニバースセカンドギア。フォースバトル、レディセット、3、2、1、ゴー。危ないよ。怖っ。いやー、ただの送り合いだとちょっと分が悪そうなんだけど、どうなるか。俺は逆回転と当たれてよかったなって思ってる。そうだね。それはそうだろうね。さあ、ただめんどくさい送り合いだけど、よく見とかんとね。ユニバースもな、そこまで悪くないはず。どうだろう。スピンフィニッシュ、デンジャラスペルセウスに1ポイントだった、うん、の気がする。この向きだと。オッケー、わかった。ジャッジが言うならそうしましょう。オッケー。俺はね、わからんかった。でも若干こっちかなとは俺も思った。俺もね、わからんな。これな、わからんな。なんとなくなんだけど、なんとなくなんだけど、うん、お互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。セイバーペルセウス、カルマデストロイダッシュ2。バニッシュファブニル、オーバードリフト10。フィフスバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。危ない危ない。端っけー、危ないぞ。端っけ飛ばせー。さあ、序盤だけ。全然飛ばない。序盤だけ。オッケーオッケーオッケー。バニッシュが強い。全然飛ばせないよ。オッケー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 。いいよ、いい感じにシュートできたんじゃないか。いやー、最後はドリフトだからさすがに大丈夫じゃないか。厳しいな。スピンフィニッシュ、バニッシュファブリルイン1ポイント。よって、野水渉の勝利だ。よーし。
相性が良かったわ。強かったな。はい、ということで今回はオーバードライブスペシャルスターターセットのパーツを使って 5G バトルを行ってきましたが、いかがだったでしょうか。俺はね、1機目のデンジャラスベリアル、パーフェクトギア、うん、いや今回やっぱどうせ使うならパーフェクトにしたいなって思ってパーフェクトで使ったけど、スタジアムにぶつかってばっかりだったね。そうだね、うまいことね、ポケットの壁あたりに当たると真ん中に飛ぶような軌道をしてくれるんだけど、ちょっとそれをね狙ってやるのは難しいかもしれないね。そうだね、あと今回もやっぱね、買ってから結構すぐに戦ってるからまだ回数こなせてないんだよね。うん、うまいこと使えばもっと戦えるのかなとは思ってる。ちょっと今回は俺のシュートが微妙だったかもしれん。今回はオーバードライブのそのジグザグが引っ込むやつはやってた？いや、なってなかった。なってなかった。なってなかった。結構強めに打ってなかった。そのつもりなんだけどね、うん、上のベリアルのコアはちゃんとオーバードライブ発動してたけど、うん、下のオールマイトはなってなかったね。俺のオールマイトもね、なかなかオーバードライブしてくれないんだよね。だからかなりのシュートパワーはいるのかなとは思う、うん、で一応話しとこうと思うんだけど、うん、俺はこの DB オールインワンセットも買ったのね。うん、あのスタジアムと一緒のやつね。そうそうそう、でメタルドリフトを目当てで、うん、俺ロアバハムートも持ってなかったし買ったんだけど、正直メタルドリフトは怪しいパーツだと思うよ。どういう意味で？そんなに強くないんじゃないかなって思ってる。マジ？うん、理由はいくつかあって、そもそもこのメタルドリフトと、あと今回のメタルユニバースもそうなんだけど、うん、ロックの山がさ、うん、かなりなだらかに作られてて、うん、まあ多分めちゃくちゃ破損するって言われたんだろうね。だから修正したんだと思うんだけど、引っかからない。今まで出てたメタルドライバーはもっと高かったんだ。そう、山は高いし、こうやってね爪とかでなぞってもね、ガツって引っかかるんだけど、これもうなんか、うん、爪にすら引っかからないくらい。あ、前と違うんだねそこ。そう、ここがねだいぶ緩くなってるから、今までの普通 の, そのコアとかにつけてもロックの山は壊れないんだけどバーストするんだよ。なるほどね。で実質バハムート専用みたいな、うん、ドライバーっぽい感じはする。まああとはベリアル2かな、うん、まあ、だからドリフトをデッキの中に2つ入れれるっていうのはメリットだと思うけど、うん、無理して買うほどのものじゃないと思う。そっか、それだけは俺言いたい。5000円かかるから、あれ。他のパーツもついてはくるんだけど、やっぱ一番の目玉がね、メタルドリフトだから、それだけを目当てに買っちゃうのは、厳しいのかな。そうだね。ロアバハムート持ってないよとかだったら、まだありかもしれない。バハムートコアはいい。バハムートコアは、俺も使ってみて思ったけど、これは素晴らしい。あれは間違いない。これはいい。うん、でもメタルドリフト目当てだと、ちょっと怪しいかもね。そうか。というわけで皆さんもオーバードライブスペシャルスターターセット、魅力的なパーツいっぱい入っていますので、ぜひ買って遊んでみてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバーイ。